はい、どうもこんにちは山本隆生と申します。それでは岡井久美子さんを占っていきたいなと思います。えー、まあ、ちなみに岡井久美子さんっていうとやっぱり花まるマーケットですかね。はい、朝の顔っていうイメージですけど、えー、まあ、占う方法はですね。まあ、私が開発した占いのシステム鑑定プログラムを使って占っていきたいなと思います。今ねこの画面に表示されているものなんですけども、えっ、ー、と皆さん自分の人生の流れとか自分の才能とか知りたくないですかね。えー、この動画をご覧の あなたもこの動画でやっているように同じように占うことができます、えー、動画のですねこの概要欄にあの URL がありましてですねこちらからですねあの鑑定プログラム使えますのでよかったら使ってみてください、えー、この動画でやってるみたいに使えますのではいそれでは行きましょうはいということでまあこれはまあ あのお,かさんおかえさんを表す要素なんですけども皆さんが使うプログラム上にはこちら表示されませんあくまでもこの動画の撮影用に表示させてるだけなんですけどもそうですねまあまあい,いやちょっとえー、じゃあまず皆さんがね鑑定プログラムを使う時にまず見ていただきたいと一番最初に見ていただきたいとこはここなんですこの危険な時期なんですね危険な年わかります今このそうななんんですよねねやっっぱり、ね、おかさんよくなかった ですよ。まあとでちょっとこの辺ちゃんと説明しますけど、2021年良くなかったんですよね。はい。で、この、まあ、ちなみに皆さん見るときはこの良くない月はこれは毎年です。はい。ま岡、あ、井さんの場合は12月と1月良くなかったんですけども、えー、ここまずいよっていうのがね2021年だったんですね。岡井さんの場合ここがね、あのー、もうね結構なんだろう分かりやすく言うとその なんだろうないや、服を着てないような状態っていうかね、その、防御力がゼロな状態なんですよね。だから、災い事があると、結構、直でダメージ食らっちゃうような時期です。はい。だから、ここで、だからあの、おっきい買い物、マイホーム買ったりとかね、引っ越しとか、転職とか、もちろん企業もそうだし、あんまり旅行も行かない方がいいんですよね。あ結婚もダメだし、だから、ここであんまり大きな行動しない方がいいよっていう時期だったんですよ。あ時期なんですね。もう、皆さん見るというかここ見てくださいね、必ず。 で、えー、っと、という感じで、いろいろこういうふうに病気しやすい時期とかね、この辺結構当たるんで、はい。皆さんも見てください。うん。要注意ですよね。ほら、やっぱね、うん二2021年って書いてますね。よくないんですよね。まあいいや。ということで、まあ、ちょっとまとめたのを表示させたいだと思います。大海水と言います。 「えーまあ、日韓水の,水のような犬、えー」とですね「努力家」で親の力を借りず社会的に活躍する「身長」「落ち着いた雰囲気」えー「人情に厚くギリがたい」えー「まあ、大海水の特徴はこのような感じなんですけども、まあ、同じタイプとしてはまあ坂本龍一さんであったりとかあと俳優の中村徹さんそしてアリババの創業者、えー、ジャック・マーさんなどですねはいえー、まあ全体的に見て判定してて思うのはもう 前提まあ華やかで、まあ、個性豊かというか、えー、タレント向きな方だなという印象ですねはいそうですねちょっとじゃあ中身見ていきましょうかうんまあその、うん、基本的に明るいというかい心の広い方ですねはいうんあの面白い人だと思いますねかなりあのー、本んなんだろうなやっぱテレビに出てパーッと華やかというか出てこう な何て言えばいいんだなやっぱタレントさんっていうかお面白い人だろうなっていうのはもうね見ててわかりますはいそうあとまあ優しいしうんあのいい人なんだろうなっていう感じがしますねうんうんサービス精神旺盛でうん楽しい人っていう感じがしますはいですかねうんこの辺は別にまあ見なくてもいいかな 人生の流れはねこうこう、若いうちは強くてで中年期が弱いで晩年が強くなるっていう流れだったんですよ。はい、で、えー、これがまあ1年ごと占ったものなんですけども、えー、事前にそれをまとめてますのでそれを表示させたいなと思います。これね皆さんも見れますんでぜひぜひ見てくださいね。えー、っとあ自分の分をね。はい でえー、1971年から10年のテーマは始まりなんですね。ちょっっと待ってくださいここ,、うん、ここなんですでこの時期ね岡井、うん、さんの場合はこの1971年からここから10年の間なんですけど、まあ、この、えー、この時期なんですけどこの10年間の中で人生が変わるような何か大きな始まりというかきっかけが起きるんですよ。でその フラグがまあ一応出てるんですよでこれが何かあったんだろうなと思ってウィキペディアちょっと見てみたんですよそしたらやっぱりそのここで芸能界デビューしてるんですよねだから多分ここで1975年の TBS のドラマで主演で芸能界デビューされてらっしゃるんですけど、まあ、ここであのなんだろうな芸能界に入ることだったんだろうなというふうにあの占ってて思いましたその人生の流れとしてはその、まあ、さっきもちょっと見ていただきましたけどその最初は強くて あのデビューしたたた時期と晩年が強かかっっんですよねでそれ以外は弱かったなので、まあ、エネルギッシュにバリバリとし行った、まあ、最初はエネルギッシュでバリバリ行ったんですけどその中年企業がやっぱ低かったんでそこまでその、まあ、バ,リバ,バリバリ,バリエネルギッシュでバリバリっていう感じじゃなかったのかなというか、まああのー、のんびりとやったのかなという感じが、まあ、占っあくまでも占いでしかないんだけど、あのー、でもまあ元々持ってる素質としては、まあ、全然弱くもなくて。 中ぐらいだったのでまあまあ普通ぐらいかなという気はしますがそうですねうんやっぱいいですねこの1975年いいですねもうんこれ来てるってことはうんうんめちゃくちゃいいですよあのデビューした時期がやっぱすごく良かったんですよねはい、うん、素晴らしいですね、はい、でえ岡、ー、井さんはですね、えー、2020年 えー、令和2年4月23日、えー、新型コロナウイルスによる肺炎で亡くなられました、まあ、非常に急なことだったので、まあ、そういったフラグないのかなというふうにちょっと鑑定しててこう思ってたらですね、あのー、意外と結構はっきり出てたんですよねそのまずそもそも2011年からですね、あのー、病気の発症の時期に入るんですね、えー、この10年がかなりちょっと厳しかったんですで、えー でそのこの10年ちょっと細かく見ていくと2011年から2015年の間もあこれかなり厳しいなっていうふうに占って思っててで中でも一番厳しいのはその亡くなられた年の2020年でした、えー、ここがもうとにかく一番危険な時期でピークでしたねっていうのは、まあ、あくまでこれ占った結果を言ってるだけでやっぱりほあの病気とか衰え困難物事の停滞なの意味する10年だったんですよ。うーん 健康面で要注意の時期にここから入っていくんですね。2020、2011年ちょ、こ11年12年怖いなって、うん2013年も怖いなっていうことでこれちょっと見てもらうと、うんまあここわかりますか？あのー、ここでここねこ2020年で で国家策の序年で書いてるじゃないですかね。つまりここで切り替えの時期なんですね。ここからまた次のステージに入っていくんだけども、ここここでもう要はあのー、区切りになってるんですよ人生がね。なのであのー、まあこれもまああるっちゃあるんですよその亡くなられる方ね。なのでまあ一応フラグはうんまあ、ね、あのわわでこの炎マークあるでしょこの。 ここがねやっぱ危険な時期なんですよね。ここがもう致命的な何かこう例えば交通事故で亡くなられた方とかもやっぱこういうフラグついてたりするんですよね。なのでまあうんね分かりますこん,こんだけあってここですよあのピンポイントでここでそういうことが起きるってことはねだから皆さんもね自分の見るときはこの炎マークはあの要注意な時期なんですね。このあとこの 幼稚マーク要注意マークが、まあ、一番、ま、怖いのはこの炎マークだけど、はい、ここぜひぜひ見て皆さん自分の分見てくださいね。はい、ということで、えー、じゃちょっと続きいきましょうか。えー、2020年は空防機といってですね、まあ、天が味方しないというふうに言われてるんですね、えー、天からの守護がなく強固、えー、とのダメージを直で受けてしまうとなので、あのーまあ、防御力がないから普段だったらそのら 防御力があるから、まああのー、大したダメージにならないんだけども防御力がないのでその小さいダメ小さい災いも大きな災いになりやすくなるっていうふうな時期なんですよ。まあその2020年に関してはですねちょっと厳しかったんですけどまあなんとか乗り越えてほしいところでしたね。であとですね、まあ、スティーブ・ジョブズ氏とかですね、まあ、杉山浩一さんとか最近ちょっと占ったりしたんですけども、まあ、他の方とまあ同様にですねまあ 亡くなられたタイミングっていあのー、ここですねはいこのちょうど20年で、あのー、終わりなんですねで次のステージに入るっていう時期だったんですもうここが切り替えだったんですねなので、まあ、まあこういう地に確かに亡くなる方いらっしゃるんですよねさっき言ったあのスティーブ・ジョブズさんと一緒でねはいうーんまあなのでまあ なんだろうなまあぜ人生全体的に見ると、まあ、晩年ちょっと上がっていくのでまだまだこれからだったのかなっていう気がするんですけどうーんまあね残念ですねはい、まあ、心よりお悔やみ申し上げますで、えー、最後に、えー、ご主人の,のですね、まあ、大和田漠さんとのですね、まあ、相性を鑑定してみます、えー、とですね80点からまあ90点くらいですね、えー、とてもいいです 夫婦によくある愛情で、まあ、お互いを支え合う素晴らしいご夫婦だったんだろうなというふうに鑑定していてまあ思いました、えー、ということで岡井久美子さんを占ってみました他にもいろんな方を今後も占っていきたいなと思いますので、えー、チャンネル登録よろしくお願いします以上山本流星でししたたありがとうございました